先週、札幌市白石区でクレーン車が道路に倒れた瞬間を近くを走っていた車のドライブレコーダーが捉えていました前方に見える高さ30メートルほどのクレーン車アームの部分が真ん中で折れた後、道路に倒れましたこれは2日午後1時半ごろ札幌市白石区の米里行刑通りを通っていた車のドライブレコーダーの映像です。 事故に巻き込まれた歩行者はいませんでしたが、このクレーン車を運転していた60代の男性が腰や足を打ち軽傷です。クレーン車はすでに撤去されています。警察によりますとクレーン車は病院を移転する工事をしていて、アーム部分を伸ばしたまま道路と反対方向に進んだところ倒れたとみられています。警察が原因を調べています。